はい、藤山でございます。今日午後1時から始まりまして、5時間ですね。長時間にわたりまして、現在でも84名の方がアクセスされていますけれども、どうもありがとうございました。冒頭でも申し上げましたけれども、データサイエンス共同利用基盤施設のメインの目的というのは、やはり分野融合とそれに基づく新領域の創生で、それを共同利用、共同研究をもとにして進めていこうということになります。よく言われるんですが、私今地方都市に住んでいましてですね、地方都市の活性化とかなんとかかんとかって、この年になりますと町内会なんかにも引っ張り出されていろいろあるんですが、そこで言われるのは、よそ者と若者の寄与参加、これが大事であると。で、それもただ参加してもらうだけではなくてですね、ついでに言いますと、あとはオタクも必要なんですけれども、ただ参加してもらうだけではなくて、既存の価値観を壊し、新しいものを作っていく。ちょうど私が大学に入った頃は、学内では火炎瓶だの、催涙ガスだの、そういういろいろ面白いものが飛んでいた時代なんですけれども、とにかくスクラップ、それから新しいものを作るという、そういう勢いをですね、ぜひ、皆さんには持っていただきたいなと思います。あと、ついうっかりすると忘れてしまうんですけれども、今回のミーティングはですね、いつのタイミングでやろうかなと、ずっと悩んでいた、ことがございます。あんまり早すぎると、なんとなくまだできてないんじゃないとかですね、あんまり遅いとまた、何やってんのって言われるので、ちょうど絶妙なタイミングで企画していただいたなと思います。その意味で、企画をしていただいた、推進室、それから研究コーディネーターの方々、あと、本日、司会をしていただきました研究コーディネーターの先生方、どうもありがとうございました。特に何も申しませんが、皆さん方には、データサイエンス共同利用基盤施設の活動状況を理解いただき、また今後とも、特に共同利用とかですね、共同研究の形でご支援、それからご参考いただければと思います。本日はどうもありがとうございました。短いですが、私からの挨拶に変えさせていただきます。